そっちに何かあると言いたいみたいだな。てるんだ。急に様子が変わったぞ。雪が消えて寒くもないわ。一体ここはなんか奥にでかいのがいるぞ。ズーグル、いやフクロウなのか。フルル、フルル、フルルも警戒してないし危険はなさそうだよ。近づいてみるか。油断するなよ。いきなり物をよこしたりしてどういうつもりかしら。ハウフルフル、あのフクロウひょっとして。うん、前に助けたフクロウだよ。じゃあさっきのはお礼のつもりかな。仲間を助けたことへの。おうん、フルルと比べて大きいだけでなく、なんていうか、あ、妙に立派ね。案外フクロウの王様だったりしてな。なら隣にいるのは差し詰め女王かしら。女王、どう見てもつがいだもの。ここはフクロウたちの住処か。こんな広い場所なのに私たちがあのフクロウを助けるまで2羽だけで暮らしてたのかな。もういないと思ってた仲間がいた。その上王様と女王様までいたんだ。案外探せばもっと他にもいるかもしれない。リンウェルだって世界の隅々まで探したわけじゃないだろ。それは、うん、そうだね。ね、フルル。フル？もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。あ、旅のついででいいから。ダメかな？構わないさ。たくさん見つけてやろう。ありがとう。リンウェル？ううん、何でもない。さ、行こう。
クロウがいるみたい。メザイで見たのがヘビの目、それに対抗しているのがリンウェルの銀の剣だよ。中にはヘビの目に祈願して情報活動をしている人もいるんだ。まるで馬鹿試合ね。けどそのおかげで助かってる。カラグリアの解放もそこから仕入れた情報だよ。見えないかな。リンウェル、リンウェルか。どうしたの、こんなところで。蛇の目に見つかったりしたら。お前だけが戻らないんで心配したんだ。よく無事だったな。なんとかね。でもみんなとはぐれちゃって。他のみんなは引き返してきた。二人ズーグルにやられたが、だがお前が無事でよかった。そちらの二人は。カラグリアから連れてきたんだ。アルフェンとシオンだよ。カラグリアにたどり着けたのかって。二人だけか。他は。ちょっといろいろあって、その辺はみんなのところで説明するから。わかった、みんな聞きたいはずだ。急ぐといい。町を出入りするときはこの抜け穴を使え。間違っても正門を通ろうとするんじゃないぞ。こんな抜け道が。レナには気づかれないのか。シスロデンは古い町だから、こういう忘れられた通路があちこちにあるみたい。でも大声は出さない方がいいよ。いつまで見つからずに住んでるかはわからないから。
よく戻った。そちらの二人は？大丈夫。よし、中でメネックが待っている。話はそこで聞こう。私が銀の剣代表のメネックだ。カラグリアからよく来てくれたと言いたいところだが、私の目に狂いがなければ、そちらの女性はレナ人ではないかね。捕虜を連れ歩いているにしても随分自由にさせているようだが。別に捕虜じゃない。どうか気を悪くしないでもらいたいのだが、我々としては神経質にならざるを得ないのだ。ただでさえ同胞の裏切りに警戒しなければならないのに、レナ人とは。何度も危険な目に遭いながら一緒にここまで来た。彼女を追い出すなら俺もここにはいられない。わかった。この常闇の国では信用ほど軽い言葉もないが、信じよう。遠路来てくれたのに失礼なことを言った。許してほしい。早速だが、力を貸してほしい。我々は蛇の目の摘発強化のために息も絶え絶えのありさまだ。使いを送ったのも窮状に耐えかねた末の決断だった。俺たちもそのつもりで来た。そのための手段もある。ただその前にやらなければならないことがある。なるほど、君たちの指導者を助け出したいと。こちらの事情なのは分かっている。だが、いや、元はといえば我々の要請で来たのが原因だ。やれることはしよう。その上で力を貸してもらえれば文句はない。ただ蛇の目に捕まったとなれば、奴らの本部で厳しい尋問を受ける可能性がある。あるいは投降機での危険な労働か。いずれにせよ居場所をつかむ必要があるな。君たちも行くならリンウェルに案内させよう。ただくれぐれも目立たないように気をつけたまえ。敵は蛇の目だけでなく、ダナの住民の中にも潜んでいる。君の態度から察するに、そのジルファというのは大した人物らしいな。私も会ってみたくなった。よし、町に出て情報を集めよう。リンウェルはメネックとは長いのか？ううん、私もそんなに昔から銀の剣にいるわけじゃないから。メネックは切れ者だけど疑り深いんだ。そうじゃないと生き残れないから無理ないけどね。そうなのか。確かに最初はそんな感じだったが、話せば分かってくれたじゃないか。うん、あれは意外だった。それだけ追い詰められてるってことなんだと思う。私なんて信用してもらうまで大変だったんだから。仕方ないんだけどね。いつ誰が裏切るかわからないし、どこに蛇の目の手先が潜んでいるかもわからないし。どうして銀の剣に入ったんだ？リンウェルはこの町の生まれじゃないのか？ひょっとして家族を蛇の目に？違うよ、そうじゃないから。ただほら、あまり長話してると怪しまれるよ。行こう。
金槌の音っていいよな。光を作り出しているのか。そう、鋭に逆らうダナ人をあちこちから連行してきて、あの中で働かせてるの。見せしめも兼ねてね。ジルファもあの中にいるんだろうか。あの光が集まる場所を見てみたいわ。案内して。投光器の光が集まるのなんてここからだって見えるじゃないか。もっと近くで見たいの。確かめたいことがあるから。目立つ危険を冒してまでして何を。行けばわかるわ。気をつけて。怪しいと思われたらすぐ通報されるから。蛇の目だけじゃなく褒美目当てのダナ人もいるんだったな。その割には結構通りに人がいるな。家に閉じこもってる方が安全じゃないのか。あまり閉じこもりすぎてるとそれはそれで隠れて何かしてるって疑われるからね。疑われる前に疑う、疑うことで疑われずに済むか。やるせないな。なるべく人通りの少ないところを。あ、おい、しろ。ただでさえ私たちは見慣れない姿をしているのよ。なら逆に堂々としている方が怪しまれないわ。キョロキョロしないで、ちゃんと目的地があるって顔で歩きなさい。こそこそするのは性に合わないってこと。これだからレナは。レナだからどうかは知らないが、一理あるのも確かだ。どの道身動き取れないんじゃ意味がない。追いかけよう。道行く人みんな表情が暗いわね。無理もない。ずっと夜の下で暮らしてるんだ。気が滅入りもするさ。蛇の目もうろついてるからね。笑うとか大声とか、とにかく目立つのは命取りだから。
おい、すまない。やはり幽霊鬼、光を注いでいるんだわ。光、精霊力か。そうか、だからこの国は昼でもこんなに暗いんだな。闇に覆われて。闇というより光の欠如と言うべきでしょうね。光の欠如。光がなくなれば暗くなるでしょ。どう違うんだ。精霊力としての光があるように闇もあるということよ。知らないの？いいこと。精霊力には属性というものがある。それが治水、火風、そして闇と光の6つ。ただ闇はレナにしかないし、光はダナにしかないから、スルドブリガでも集めるのは治水、火風、光の5種類だけよ。本当だよ。だから私は闇の精霊力を扱えないし、反対にレナは全員光を使えない。例外があるとすれば、光のマスターコアを持つここのスルドくらいでしょうね。とにかくカラグリアで火を集めていたように、ここでは光を集めているってことか。大昔はシスロディアにも昼と夜があったんだって。でも300年かけてシスロデンから国中にあの暗闇が広がったんだって言われてる。昼と夜、そんなものすら奪ったっていうのか。レナは。長居は無用よ。気取られる前に離れましょう。闇雲に回っても拉致が開かないな。と言って蛇の目に尋ねるわけにもいかないし、思い切って奴らの本部に忍び込むか。そんな芸当ができるなんて初耳だわ。あ、ねえ、あそこにいるのって。
ジルファの息子の、確かローだったな。なんだか様子が変だ。何言ってるの、手間が省けたじゃない。あ、おい、お前ら確か何の用だ。危害を加えるつもりはない。静かに話したいだけだ。いいか。話せよ。ジルファの居場所を知りたい。助けたいんだ。なんでだ。なんで？お父さんなんでしょ。ああ、そうだ、親父だよ。俺を捨てやがったな。そんな嘘なもんか。あいつは光目とやり合うことに夢中で、お袋が死んだ時にすら帰ってこなかったんだ。だからって鋭の手先として働くのか。悪いか、あんただってそこのレナ女とつるんでるじゃないか。それに奴らがいざとなればどんなことをするか知らないとは言わせねえぞ。俺がこんな格好してるのは、せめて俺たちが受ける苦しみを最小限にするためだ。非弁ね。結局戦わず逃げているだけじゃない。それを何、自分だけが辛いみたいに。てめえに何がわかるって。うっ、くしょ。いいこと、あなたみたいな。やめろ。お前とジルファの間で何があったのか俺にはわからない。だがあの村で戦った時、ジルファはお前には手を出さなかった。あんなジルファを俺は見たことがない。あれはお前を傷つけたくなかったからじゃないのか。その後一人残ったのだって、俺にはジルファが意味もなく、誰かを見捨てたりするとは思えない。知っていることがあるなら教えてくれ、頼む。親父が今どこにいるかは知らないけど、近いうちに本部前の広場で見せしめに処刑するって聞いた。処刑。分かった、ありがとう。なんでそうまで親父を助けようとするんだ。ジルファは俺に剣を取る機会をくれた。考えることを教えてくれた。俺はもっとあの人から学びたい。広場で処刑。私たちだけで行くのは危険すぎるわ。メネックに頼めば協力してくれるはずだよ。よし、彼に相談してみよう。なあ、リンウェルの魔法も精霊術の一種だって話だったけど、それにしてはレナノとは随分違って見えるのはなぜなんだ。レナ人がどうやってるか詳しくは知らないけど、精霊力を操るのは同じだよ。やり方が違うってだけで。呪文を唱えたり不思議な記号を出したりするのがか。剣の使い方にもいろいろあるでしょ、それと同じ。あ、属性の違いはあるよ。光はダナ、闇はレナにしかないから。そうだったな。じゃあ例えばリンウェルが闇の属性の魔法を使うなんてことはできないのか。自分の中にその属性の力がないから。間接的な方法ならあるかもしれないけど、私も一族が知っていたことを全部学んだわけじゃないから。そうか。
教えてくれてありがとうな。うん。君たちか。まだ我々の方では有力な情報はつかめていない。もう少しかかりそうだ。情報なら得た。ジルファは近いうちに処刑される。連中の本部前の広場でだそうだ。なんだと。それが本当ならいつになく早いな。それだけ彼を危険視しているということか。助け出したい。力を借りたい。うん、簡単ではないが、なんとか考えてみよう。広場でやるからにはおそらく事前に告知があるはずだ。それまでに。蛇の目だ。囲まれている。なんだって。まさかこいつらが。よさないか。みんな応戦だ。メネック、俺たちも戦う。いや、君たちは先に脱出するんだ。リーメル、わかるな。うん、奥の地下水道だね。しかし、他領から来た君たちをここで失うわけにはいかん。心配するな。少々時間を稼ぐだけだ。後で連絡する。さあ、行きたまえ。町の下にこんな通路があるなんて。もっと不潔かと思ったけど。リーメル、ここは安全なのか。いざって時の抜け道だから、そのはずだけど。そう都合よくいかないようね。なら後から脱出してくる連中のためにもせいぜい減らしてやるさ。行こう。俺たちが来た途端敵が。やっぱり俺たちのせいなのか。考えるのは後だよ。早く逃げないと。町の外からの抜け穴といい、どうしてこんな通路があちこちにあるのかしら。蛇の目が人目を避けて移動するためというわけでもなさそうだけど。遺跡じゃないよな。リンウェル、知ってるか。下水だよ。地下にあるのは凍らないようにするためだけど、大きな町なら別に珍しくないよ。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの。知ってる限りではな。汚物だろうがなんだろうが、不要なものは全部燃やしてしまうような国だった。奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。あれも精霊力を取り出すためだったのかもな。すまない、こんな時にする話じゃなかった。容赦しないわよ。炎
シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。この地下道の住人か。きっと蛇の目どもの仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。こんな大物が待っているとは。何としても逃がさないつもりね。みんなのためにも倒さないと。このようよ、待ち構え。やっと行かないと。行かないと。狙うは弱点だ。逃げなさい。やっと当たれ。はぁ、流水の叫び、しびれろ。いつを止められるよ。炎よ、あげろ。まっすぐの前、くらえ。炎よ、あがれ。まっすぐの前、そこだ。まるきはぁ、はぁ、いなれ。いくわよ、マグナレイ。水の力この前に、はい、うっ、止め、あっ、止め。やっと外さないわ。侮れない力。この前、ひどい倒れたんだ。
使えるものは使うべき。行くわよ。戻って。急ぐわよ。大丈夫か？ウレゴ、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それで。もしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか？メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。こういう場所をいくつも持っているのか？蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり？ジルファを助けるんだよね？ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ！
いまより鋭かった立ち合いのもと、カラグリアから侵入した不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2種屋内待機命令がシスロデン全域に発令された。特務及び懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内に留まり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか？どういうこと？フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう、本部前の広場だ。どういうことだ？なぜ急に処刑が早くなった？落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ。ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね？とにかく今は広場に急ごう。